キャッチおすすめ番組インタビュー。愛媛 CATV 月間プログラムキャッチの月替わりのナビゲーターの皆さんにおすすめ番組をインタビューしました。長男が生まれた時に、正木町の、図書館に行っていろんな本を見てると坪内久夫さんが書いた本がいっぱいあって、坪内さんの本の中に技能さんがいっぱい出てるんですね。で、最初は、坪内さんが好きで、坪内さんの本を読んでるうちに技能さんのことを知って技能さんが好きになりましたっていう、そんな感じですかね。享保の大飢饉が、到来して、正木ってみんな食べるものがなくて、たくさんの人が餓死されて、で最終的に宜野作兵衛さんも餓死するわけですけど、その時に麦種を残して、まあ、亡くなったっていうことで、宜野さんのその伝説って一般的には悲劇だって捉える人が多いわけですね。でも、私は裸麦に生まれ変わって今も正木を見守ってくれてるっていう、そういう伝説だと自分では思ってるんですね。だから悲劇 ではなくて、そういうドラマチックな、伝説なんだっていうふうにみんなに思っていただいて、もっと明るいイメージの偉人像を作りたいって思ってます。一番見る番組はスポーツ番組ですかね。で、最近で言うと、大谷翔平さんを応援してて、でゴルフも好きなので、松山英樹選手も応援してますっていうところです。はい。第2回目の技能大賞が10月から応募がまた始まります。来年の4月23日の、技能祭っていうのを正木町、毎年やってるんですけど、その技能祭の日に、技能大賞の表彰式をするっていう、ことになってます。で、技能大賞って、個人もしくは、団体で、次戦でも他戦でも、応募ができますので、ぜひたくさんの人に応募していただければと思います。丸っていうのが、高速ブロする前から丸っていうのは使ってたんですけど、皆さんがこう丸くこうつながっていければいいなっていう思いでしてたのと、私もいろんなことを、そうですね、介護の仕事したりとか電気屋さんしたりとかもしてるんですけれども、皆さんが健康でずっとここで元気で過ごしたいなと思って、今度酵素風呂のことは考えました。電気もガスも使わない、もう発酵熱っていうか、ふかふかのぬかに、埋まっていただきます。で、埋まっていただいて、体の中に溜まっているこう、そうです、デトックスをしていただきまして、汗と一緒にこうデトックスをしていただいて、で皆さんに、はい、健康になっていただくというか、笑顔で帰っていただくっていうのが、はい、そうですね、もう本当にいろいろですね。この間来た可愛い8歳の子はもう毎日来たいって言って、ノートに書いてくださってましたけど、もう本当に何だろう、土が好きな子は大好きかもしれないですね。土とかふわふわな子、土遊びが好きな子は、はい、喜んでくれます。なるべくこう体にいいものを出させていただいておりまして、はい、そう予約していただいた方のランチには、発酵玄米、酵素玄米ですね、はい、やっぱり発酵つながりのものを、はい、出させていただいております。と塩麹とか作ったり、ぬか漬けをの漬物とか、はい、やっぱりこう菌が好きなので、菌で、はい、もうね、本当に子供が大好きだったので、そういうテレビ見るのが好きだったんですけど、なんだろう、古いのが私たちの時代で見てたアニメとか、タッチとか、トムとジェリーとかを子供たちも一緒に見てたんですよ。不思議ですよね。なんか、そう、時代を超えてこうやって見れるんだっていうのがあって、そう、一緒になんか私たちが見てたのをスカパーでしてて、子供たちと一緒に見たりとかしてました。だから本当になんかアニメっていいですよね。今本当に米油も最近は始めたんですけど、やっぱり米ってやっぱすごいと思うんですよ。だからそういうのを皆さんに、そうです、使った、そうです、米油とかお塩とか、はい、私が本当に人が好きなので、人と人をつなぐのが大好きなので、これからもこうみんながつながっていけたらいいなって、すごい優しい街だと思います。はい。
僕はモルックの中で飛ばしっていうのが好きで、その棒がスキットルっていうんですけど、スキットルをできるだけ遠くに飛ばしたりとか、そういうことが好きなので、やっぱり僕は飛ばしができた時が一番楽しいなっていうか、またなんか単品でちっちゃいのをちょんって当てるのも楽しいので、いろんな魅力があると思います。まあ、あんまり多分最初始めた時はみんな難しくてやめると思うんですけど、少しでも練習したら自分の狙い通りに当てれたり、上手い人の真似して上手なプレーができたりして、とても楽しいと思うので、みんなしてほしいです。アクション系の映画とスポーツ系のテレビが好きです。僕はワイルドスピードとか、そういう車も好きなので、車とかいろんなすごい、なんて言ってるんですか、このビューンってなったりするのが好きなので、 YSP が好きだったり、スポーツだったら僕はサッカーしてたので、プロサッカーの試合をしているのを見て、またサッカーしたいなと思ったりするのが僕の好きなテレビの見方です。上池名高校は11月に文化祭があります。文化祭では森林環境課という学科がキノコを販売したり、野菜を販売したり、また木工製品を販売します。野菜とキノコは美味しいので、ぜひ来て買ってみてください。今年は一般の方も参加できるので、ぜひ参加を待っています。青銀堂銀友会会長をしております二上誠陽と申します。どうぞよろしくお願いを申し上げます。漢詩、短歌、俳句、こういうものを、音楽に乗せて吟詠をする団体です。年齢層は非常に幅広いです。幼稚園の子どもさん、それから会員さんの中には100歳の方もおいでますし、はい、90歳になってどんどんやっておられる方おいでます。70歳から入会しても全然遅いというような趣味ではございません。神経性胃炎をよく起こしてたんです。それを近くの床屋さんでお話をしてたら、詩吟を始めたらどうぞということを紹介をいただきました。どうしても治らないというんで入会をいたしました。入会したところ、まあ 2,3 年経ってから完全に神経性胃炎なくなりました。お腹から声を出すことができるようになったかな。まあまだ認知機能があんまり衰えてないんじゃないかなと思います。やはりサスペンスになります。捜査一課長、それからあと科捜研の女、それから歴史探偵、それからあ歴史探偵はちょっと違いますね。この2つが相棒とかそういうんですね、はい。相棒は特に反町さんの時が好きだったです、はい。練習はですね、そこ の教室ごとによって違ってますけれども、おそらく毎週1回2時間程度やられていると思います。やっているのは大体地域の集会所、公民館、それから場所によっては指導者のご自宅でやられているのもありますけれども、皆さん和気あいあいで楽しくやっているようです。中川さんにお声掛けていただいて、初め読めばいいと思ってたんですけれども、その先生にいろいろ教えていただくことで、そのいろいろな表現の仕方があることを教えていただいて、その朗読の、奥深い世界とか豊かな感性をなんか育んでいくところに魅力を感じながら楽しく続けさせてもらってます。朗読になるとその絵とかがない、うん、でもその自分の声と表現だけでその世界を伝えていくっていうところが、まあ、大きく言うと違うのかもしれない。うまい、そうそう、なんか自分の中をこう探りながらって感じ、うん、世界観をね、うん、発見していくみたいな、うん、想像の世界と、うん、川端康成感じながら面白かったのと、宮沢賢治よく読んでいただいて、いいな、私も自分なりの表現でちょっと読めたらなと思います。
私も宮沢賢治が好きなんですけれども、知らない、ほとんど知ってないので、きちんと読んでみたいなと思うのと、エッセイなんかも読めるようになりたいなと思ってます。なんか深いところをこう突き詰めていくと、なんか見えなかったものが見えてくるっていうのと、やっぱり声に出すことで発見が多い。あ、こういうことが言いたかったのかなとか、でなんか読むたびにこう違う捉え方ができたりとか、ちょっと深掘りして読む癖がつくと、なんかさらにこうどういう背景だったんだろうとか、でその作者の背景を知ると、またあ、だからこういうお話書いたんだなとか、そういうのも知れて、すごく勉強にもなるし楽しくて、そこが魅力だと思います。心も体も整えて笑顔で元気に大人を楽しもうというコミュニティ、ここから大学というコミュニティをしております。代表の小勝夏と言います。はい、まあ、いろんなストレッチをしたりとか、まあ、笑いの健康法みたいな笑いヨガをしたりとか、メディカルアロマって呼ばれるアロマの講座をしたりっていう、そういうプログラムをいろいろやったりとか、であと、まあ、趣味を一緒に楽しむ仲間作りとか、生活習慣を整えるっていう、まあ、そういうチーム作りをしたりとか、あと不定期なんですけど、心が喜ぶクラフト、いろんなクラフトを作るワークショップをしたりとか、いろんな活動をしています。なんか心と体つながっているので、まあ、どちらからでもいいので、それ整えて、でそれぞれがやりたいことをやれる、でお互いに幸せやなって言い合える世界が作れたらいいなと思って、はい、活動を始めました。ゆずとかドリカムとか、はい、はずっと好きです。一番はやっぱりライブを見るのが、はい、なんか生の感覚というか、はい、迫力もあって、それが好きです。11月4日土曜日13時から17時、松山観光港ターミナル2階の海が見える研修室で、松山市 NPO 登録団体としてここから整う体験会第2弾を開催いたします。ここから大学で普段行っているプログラムや、これからやるプログラムなど一度に体験できる機会となっております。そして素敵な講師たちと直接出会える機会となっておりますので、ぜひたくさんの人にお越しいただきたいと思います。お待ちしてます。来月のおすすめ番組もお楽しみに。